YouTube の皆さん、こんにちは。どうもです。今日は関西の人にドイツ語を教えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お名前教えてもらってもいいですか？テントバタと申します。略してテントバです。シクヨロです。英語で普段動画を作ってるので、はいはい、関西弁を勉強したかったら、まあ、チャンネルを見てきてくださいね。ぜひぜひ。で、今日はですね、最初ドイツ語で挨拶を覚えていきたいなと思って、はいはいはい、で英語だと思うかもしれないけど全然違うから、ドイツ語の挨拶をですね、ハロー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 、ならそれをちょっとやっていきましょう。はいはいはい、ハロー、次こうなんか元気かみたいな感じで、はいはいはい、ビゲーツ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 、わーハロービゲーツ、わーハロービゲーツ、すごいね、グッドだから、それまで英語じゃなくてドイツ語で言うとね、グッチ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 、ビゲーツ、グッチ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 、ユーで、最後にまあ別ぐらい別れっていうことはチュッス、チュッス、チュッス、チュッス。で、まあ、もっとこうね、面白いのもいろいろあるから、例えばこうチュースこう伸びる、伸びる感じでチュース、チュース。今日はまあ全部覚えてますか？もう一回話しかけてみますか？ハロー、ハロー、ハロー、ビゲッツ、ビゲッツ、あ、グッツ、グッツ、んてや、ビゲッツ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 、あ、ん、あ、グッツ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